アメリカのブリンケン国務長官は外交政策の優先課題について演説し、改めて中国に対する警戒感を示しました。Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be. その上で、中国は経済、外交、軍事、技術の力を使って開かれた自由な国際システムに挑戦しようとしていると警戒感をあらわにしました。また、先週イランが支援する武装勢力に対して空爆したことを例に挙げて、アメリカの人命と国益がかかっている場合には武力の行使をためらわないと強調しました。その一方で、外交の優先課題に関する演説にもかかわらず、新型コロナの克服に加え経済や民主主義の立て直しに触れるなど、国内対応に追われる現状が浮き彫りとなる演説となりました。